はい、こんにちは、ポロです。今日も聞いていただきありがとうございます。今日はですね、音声コンテンツの強みという話をしていきたいと思います。まずですね、以前にまあ同じようなテーマでお話したことがあるかと思うんですけど、こうまあ今後はですね、こう音声コンテンツがこうブームが一気に、ね、伸びるなんて話も出てますけど、もうだいぶですね、動画疲れしてる人も増えてるかなと。まあ、YouTube がすごくね、ここ2、3年で流行ってきたので、まあ、YouTube に参入する人もたくさん増えてきたんですけど、やっぱり視聴者もですね、こう YouTube を見ることにちょっと飽きてきてるというか、まあ疲れてきてる人も多いと思うんですよ。まあ、そういう流れもあって、今後はちょっと音声コンテンツがね、伸びてくるんじゃないかと。実際その市場の統計なんかを見ていても、ポッドキャストの利用者とか、オーディオブックの購入者ですね、そういう人たちの数って毎年増えてるんですよ。なので、まあ、ぜひですね、この音声コンテンツっていうものを、もしまだね、あなたが始めてないようであれば、始めてもらうのがいいかなと思うんですけども、今日はですね、この音声コンテンツの強みについてお話していきます。なんかね、前も聞いたことあるよっていう人もいるかもしれないんですけど、どうせなんかこう、ながら聞きができることなんでしょうとかってね、言う人もいると思うんですが、まあもちろんそれもですね、すごく音声コンテンツの、まあ一番のね、強みと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、それだけじゃないんですよね。特にこう、なんていうんですか、配信者側というか、その利用者側のメリットですね。これ何かっていう話なんですよ。音声コンテンツって、その学習系の、なんて言うんでしょうね、テーマとすごく相性がいいって言われてるんですよ。まあ普通に考えたらね、こうエンタメとかであれば、やっぱり音声よりも動画の方が有利ですよね。まあ映像がある方がよりこう楽しめるんで、エンタメっていうジャンルにおいてはやっぱり音声よりも動画の方が強いっていうことなんですけど、学習系のね、コンテンツに関しては音声の方が相性が良かったりするわけですよ、動画よりも。普通に考えたら動画の方がこういろいろですね、メリットが多そうじゃないですか。動画って音声も含んでるから、単純にですね、その音声を聞くだけじゃなくて、その画像を見ながら学習できるんで、よりこうね、学習効率が高まりそうみたいな風に思うこともあると思うんですけど、実はですね、それが動画コンテンツのメリットでもあり、デメリットでもあるんですよ。わかります？メリットでもあり、デメリットであると。使い方を考えないと、動画学習をやった方が逆にね、定着率が悪くなったりする場合があるんですね。これどういうことかっていうと、動画っていうのは、まあ要するにこう情報量が多いわけですよ。いろんなものを見て、いろんなものが目に入ってくるじゃないですか。例えば、講師の人のね、動きとか、あるいはそのしゃべり方というかね、表情とかもそうだし、例えばスライドを映してるんだったら、スライドのね、こう字が出たりとか、なんかこう画像ね、が出てきたりとかするじゃないですか。そうすると、その話の内容以外にいろんなね、余分な情報が出てくるわけですよ。そうすると、話に集中できなくなってしまう。注意が散漫になってしまうんで、こう、いまいち定着率が上がらないとかって、そういうことになっちゃうわけですよ。でも動画じゃなくて、音声っていうのは、もう音声だけですよね。だから音声に 100% 集中できるんですよ。なのでそういうね、余計ななんか無駄な情報が入ってこないというか、まあはっきり言って、その情報だけを吸収するんであれば、その講師の人の表情とかそういうものっていらないじゃないですか。で、まあその話すテーマにもよりますけど、別に音声だけでも学べる内容っていっぱいあると思うんですよ。ものによってはね、実際その操作画面を見せたりとか、画像とかを入れることによって理解度が高まるから、音声ではカバーできないね、テーマもあるんですけど、多くのね、テーマっていうのは音声だけでもう学習できるっていうものが多いんですよ。その場合に余計なこうね、画像とかそういうものが入ってくると、逆にこう集中がまあ散漫になってしまって、定着しないっていうことがあると思うんですね。で、まあ例えばですね、どういうすごく、まあ分かりやすい例で言うと、こうスライドがバーって出るじゃないですか、動画コンテンツって。例えば今日はこういうテーマについて話しますみたいな感じで、こうスライドが出てきたりとか、画像ね、いろんなこう、なんていうんですか、あのパワーポイントみたいなので作ったのとか出てくると思うんですけど、そういうものが出てくると何が起こるかっていうと、みんなですね、そのスライドを映すことに必死になるんですよ。それスライドに書かれていることをノートに取ることに必死になるんですね。あるいは何かこう、まあセミナー動画みたいなもので講師の人がホワイトボードにいろいろ書くじゃないですか。そうするとまさにその学校の授業と一緒ですよ。先生が書いたことにノートを取るの必死になって、話を全然聞いてないみたいなことになるわけですよ。
だからノートって正直別に綺麗に撮る必要もないし、全部丸々写す必要もないんですね。自分にとっていらないものって別にノート撮る必要ないから、本当にね、自分にとってはこれいるなと思ったことだけメモを取ればいいんですけど、そういう画像が入ることによって、丸々写すみたいなね、もう写すことが目的化してしまうわけですよ。でそれを後で見てもやっぱり話を聞いてないから、ノートを見ただけじゃわからないとかね、いまいちなんかこう定着率が上がらないみたいなことになるわけですよ。でも音声っていうのはこう、なんていうんですかね、もう完全に集中して話を聞いてるから、必要な箇所があればそこだけメモるけども、そうじゃない部分、余分な箇所、まあ、講師の人が、ね、パワーポイントとかだったら、その講師の人は大事だと思ってるけど自分にとっては必要じゃないことってあるじゃないですか。そういうものまでこうメモしちゃったりするんですけど、動画っていうのはそういうことがない、あ、動画じゃない、音声っていうのはそういうことはないわけですよ。だから本当に自分にとって必要なことだけを吸収できるっていうことなんですね。でまあ、別のですね、音声でもお話したことあると思うんですけど、まあ、ミラーニューロン的効果もあるわけですよ。その例えば文章媒体とかだったらただの文字情報だから、もちろんそれでもね、多少のミラーニューロンはあるのかもしれないけども、まあ、音声の方がよりですね、その本人の声を聞けるので相手の影響を受けやすいんですね。だからこう自分の尊敬している人とか成功している人とか、そういう人が直接吹き込んだ音声をですね、繰り返し繰り返し聞くことによって、まあ、自分もですね、そのミラーニューロン、モノマネ細胞が働いて、そういう人により近くなることができる。で、音声っていうのはやっぱりこう潜在意識に刷り込まれるんですね。文字とか画像っていうのは頭ですね、潜在意識の方、まあでこう記憶するみたいな感じになるんですけど、音声っていうのはもう体に染み込んでいくんですよ。だから例えばこう何度も同じね、曲を聴いてると歌詞カードを見なくても歌詞が出てくるじゃないですか。それってやっぱ繰り返し聞くことによってもう完全に覚えちゃってるわけですよ。頭で記憶して歌詞を覚えてるわけじゃなくて、体でも覚えちゃってるんですね。そういう状態ができるんですよ、音声って何回も聞くと。だから特にこう音声コンテンツをね、まあやっていきたいとか、もしくは音声コンテンツをね、重点的に聞きたいっていう人は、おすすめなのはマインドセット系のコンテンツです。マインドセットってやっぱ考え方だから、こう自分の潜在意識に刷り込んでいかないといけないじゃないですか。マインドセットって覚えるようなもんじゃないんですね、定着させて行動に移して初めてマインドセットって意味があるから、単純にその知識としてこういうマインドセットがあるっていうのを記憶しただけじゃ意味がないんですよ。だからこうより潜在意識に深く刻み込んでいかないといけないっていう面においては、やっぱりその音声が一番こう相性がいいんですね、マインドセット系のコンテンツって。僕もですね、マインドセット系のコンテンツ出してますけど、まあ全て音声ですね。まあ一つまだこうユーデミでしか出してないんで、それはまあ来月まあ音声コンテンツ、オーディオブックとして出す予定なんですけど、基本的にマインドセット系のコンテンツに関しては全部音声バージョンがあるんですね。もちろんその電子書籍バージョンもあるんですけど、音声バージョンもあるということなので、やっぱその辺はですね、こうお互いにとってメリットがあるというか、やっぱりこうマインドセット系の話って、もちろんその例えば、スライドとかを出してね、こう知識として相手に教えていくっていうのもできいいんですけど、一番いいのはやっぱりね、体で覚えてもらうのがいいから、余計なこういう文字情報とかを入れずに音声だけで入れるっていうのが一番、まあ、効率がいいんですよね。だからもしね、音声コンテンツでどういうものを聞いたらいいんだろうって思う人は、ぜひこのマインドセット系、考え方ですね、を変える系の、まあ、話を音声で聞くといいかなと思います。で、まあ音声にもですね、デメリットがあって、これもですね、以前に話したことがあるかもしれないんですけど、音声ってこう好きな箇所だけ聞くことができないんですよね。例えばこうブログとかそういう文章媒体だったら、こう飛ばし読みができるじゃないですか。自分にとって必要なところだけバーッと読んで、いらないところは全然読まないみたいなことができますし、動画もその何ですか、バーあるじゃないですか、動画のね、何分みたいな、でそこにこうカーソルを合わせれば、まあ大体どんなねことが表示されてるか見れるじゃないですか。だからある程度こう飛ばして必要な部分だけ見るってことはできるんですけど、音声って聞いてみないと分かんないから、もちろんそのね、事前に目次みたいな感じで何分から何分これ喋ってますみたいな、そういうものがあれば必要な部分だけ聞くことできますけど、基本的にそういうものってないんで、どこで何の話をしてるのかって分かんないですよね、そのファイルの音声ファイルの中で。でそうなると結局分からないわけですよ。自分にとってね、必要な部分だけ聞きたいってことはできないんで、そういう意味ではすごく他の媒体に比べて不利かなと思います。
まあ、ぜひですね、音声コンテンツを利用する際はこのメリットデメリットをですねしっかりと理解した上で利用していただきたいと思います。では、今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。